ずっと走り続けてきた。そして、マクイ君、これからも走り続けると思っていた。幕井のお盆時代は終わったね。諦めるのか？私と一緒に変わるのよ。あと2分半。じゃあな、先輩。まさか僕はもう勝てないのか？もしかして限界かもしれない。限界って誰が決めるんだ？それは。自分の力を信じるの。ようやく見つけた、自分が進むべき道を。行け、マックイーン。ランナーズクロスロード、人生の選択が迫られる。カーズクロスロード公開記念実写版ミニドラマ、いかがでしたか？映画本編では車たちがものすごく熱い人間ドラマを演じているので、この実写版ミニドラマではそのストーリーを人間で表現してみました。隠れカーズ、お気づきになりましたかね。この実写版ミニドラマのように、カーズクロスロードは挫折を経験し人生の岐路に立つマックイーンと彼を支える仲間たちとの絆を描いた感動作です。カーズクロスロードは7月15日より全国で公開いたします。ぜひ映画館でご覧ください。マックイーンをイメージしたマクイ役の野村周平でした。マックイーンにトラブル発生です。マックイーンの黄金時代が終わりました。私と一緒に変わるのよ。限界って誰が決めるんだ？この夏、人生の選択が迫られる。カーズクロスロード。